えー、こんにちはアンティークコインギャラリアの渡辺です、えー、今日はですね、じゃんということで、えー、品川で行われたですね日本コインオークションに行ってきました、えー。その話をちょっとさせていただこうかなと思います。まずね、やっぱりこのオークション注目はですね、ウナライオン、金貨3種類出てました。で ええとですね。まあ、順番に見ていくとですね。まあ、まずは、ええ、1839年の、ええ、オリジナルのライオンですね。ええ、400万いいだけ作られた、ええ、5ポンド金貨。これ、あのー、裸の状態です。つまり、ええっと、鑑定されていない状態ですね。で、ちなみに、ええー、まあ、下見、私もしたんですけれども、いや、むちゃくちゃ綺麗でしたね。あのー、 デザインもあの状態もすごい良かったんですけれども、えーまあ、会場の方スタッフの話を聞いたり、まあ、いろんなコレクターの方の話を聞くと、まあ、大体十一、えー、プルーフ61ウルトラ仮面をぐらいなんじゃないのっていう、えー、状態でしたでこれがですねあのスタート2000万円だったんですけれども、えー、あれよあれよと上がっていきまして 最終的には、えー、3200万円まで上がりましたちなみにあの手数料が、えー、11%かかるので実質は、えー、3200万円プラス、えー、300万円ぐらいで3500万円ぐらいになるのかなという感じですねはいあのーまあ、61一だと考えると結構高いなという印象ですねこれまでの、えー、履歴からするとうん で次ですね、えっと、まあ、すごい話題沸騰、人気爆発の、モダンウナライオンですね。これ、えっと、2019年のに、えー、発売されたものなんですけれども、500ポンド金貨と200ポンド金貨、それぞれ1枚ずつ、えー、出ていました。で、これですね、ちょっとびっくりしたんですけれども、まあ、ニオンスが、えー、460万円で落札されました。なので、まあ、手数料込みで、まあ、500万ちょっと超える。 ぐらいの金額になりますねえっと僕が売っていた半年前なんかは100万円台のコインでしたし、えー、そうですねあのつい先月僕のサイトから420万円とかで販売していたのではいあの僕がオークション出せばよかったぐらいのレベルでですね <laughs> はいあの <laughs> すごい勢いで値上がりしています。 えっとですね、もう一つ、えぇ、ー、5音スですね。5ンスなんと1025万円、1000万超えてくるっていう落札価格になりました。えー、っとですね、あのー、モダンコインでこんな行くかと、1000万円行くなんて多分初めてなんじゃないかなっていうぐらいで、えーちょっと、あのー、こちらの落札価格についても驚いています。まあ確かに全く出てこないので、 欲しい方、いくら出しても欲しいという方いらっしゃるんでしょうね。えっと、1,025万円でして、えっと、僕がですね、去年、それこそ300万とか、一番安い時で300万円とかであの販売していたものですので、まあ、これも本当売らずにオークション出せばよかったんじゃないかっていうふうに思っちゃうぐらいですね。まあ、まあ、冗談ですけどね。はい。その時点で、はい、欲しい方にお渡しするのが、うちのポリシーです。はい。 でですね、あの、やっぱ日本コインオークション行ってですね、下見たくさんしてきました。あのー、まあ、コインちょっと興味あって、インターネットでまだいろいろ調べてるんです、でもコインあんまり見たことないんですって方結構多いと思うんですけれども、あの、ぜひね、あの、このオークションなんか行って、いっぱい見れますので、下見っていう形で、それ見るだけあの、ちょっとただなので <laughs>、はい、あのー、ぜひたくさん見てください。やっぱりね、あの、 こう写真ではわからない魅力っていうものがやっっぱり実物を見るとすすごく分かりますあのこういうの立体感だったりあの細かい傷だったりサビであったり、まあ、それ含めてでの,あの魅力やっぱなんかねこう写真だけではわからない魅力っていうのがやっぱり実物見るとありますので。 ぜひ、あの、下見、行ってみてください。あの、全然怖がらなくても大丈夫です。あの、皆さん優しいので、初心者の方とかにでも、ぜひ、あの、参加してみてください。でですね、えっと、まあ、僕が下見した中で、一番今回気になったものはですね、えっと、このロットナンバーで言うとね、326番っていうね、これですね、よいしょ。 はい、あのこれイタリアかなベネチアかの、えー、オセラ金貨っていうものでえー、すごくねこれ雰囲気よくて状態もよくてあの僕の好みのデザインだったんですねでこれちょっと本当とマジで買おうかなと思ったんですけど えー、落札価格が340万円、スタート140万だったんですけど、340万円まで上がりまして、ちょっと無理でしたね。はい、あとはですね、あのいろいろイギリスポンの金貨も結構上がってました。例えば、1887年の日本土、ポットナンバーで二百五254番ですね。えーっと これニポンドの市中ーでして、えーと、BP なしと言われるものですね。あの普通ってイギリスのコインってあのデザイナーのイニシャルが入ってるんですけれども、それがない。あのまあおそらく試し釣りなのか、贈答用で作られたんじゃないかっていうふうに言われているコインですね。でこれあの非常に状態良くて価格90万円スタートだったんですけど、えー、255万円まで上がっています。だったりね、あとはやっぱり この新生ローマ帝国ですね、えー、ロットでいうと161番なんですけれども、えー、これニュルンベルグの旧ダカット、まあ、これは、ねまあ、本当にスペシャルなやつですね、あの現存一枚だろうというふうに言われているものでして、えーまあ、ダカット金貨ですね、神聖ローマ帝国の、えー、大型で金貨で、あのー、都市景観。 もう図柄があるものっていうのも非常に人気が高いですね。これは2300万円スタートで3050万円で落札されてます。えっと、NGC の au58 ということでこれ状態も非常にいいですね。あの、この時代のこの種類の、えー、コインの au58 は素晴らしい状態。相対的に見ると素晴らしい状態っていう意味です。いや、これも実物見たんですけれども、あのー、この都市景観の上にですね、 鳥が飛んでいるんですよねでこの立体感なんかが素晴らしい状態でしたね本当にいやうんいつかはいこんなポンポン変えるようになればいいかなと思いますけれども、はい、やっぱりねあの写真だけじゃわからないことっていうのは、ね、たくさんわかるので是非、えー、見に行ってくださいであとですね あの面白いえやっぱ落札結果っていうのがいくつかあったんですけれどもその中で特に面白いなと思ったのがやっぱグレード違いでどれぐらいの差が出るのかっていうところですねあの全く同じコインなんですけれどもグレードが1違うだけでどれぐらいの差が出るのかっていうのがえー分かる例がありましたで今回で言うとロットナンバーの35番と36番ですねあの100コロナ オーストリアの「雲女の女神」って言われるまあこれも名品って言われるコインですけれどもえこれのプルフ62と61っていうのがえ出品されていましたで62の方が185万円で61の方が135万円ということでやっぱりね1つあのグレードが違うだけでかなり違うなというような印象を持ちましたどうせ買うならんー高い方がいいなって でやっぱ落札者の気持ちになって、やっぱ参加者の気持ちだと思うので、はい、あのー、その、うん、まあそ、そそうなりやすいってことでしょうね。あのー、同じような例で211番と212番、えー、これはですね、一丁丸く、あのー、ウェストファーレン、えっ、ー、とー、これはハイパーインフレの時にですね、あのー、出たコインの、 えまあ贈呈用に少数約500万円作られた希少品ですっていうことなんですけれどもえ1兆マルクの MS64 と65が出品されていましたで64が39万円で65が51万円っていうことでしてはいこれもあの全く同じコインなんだけどもえグレードが1つ違うだけでまあこれほどの。 落札価格の差が出るよっていうまあ面白い事例があったのでちょっと紹介しておきますはい、えー、今日はですね、えー、これぐらいですコインオークションやっぱり品川まで行ってきてあのー、毎回毎回ちゃんとうん今回、まあ、今回からか、まあ、あのコロナの影響でソーシャルディスタンスということでかなりあの椅子の間引きがされていたりはいあの受付のところにですねアクリル板があったりあの入り口で検温されたりということで あのまあ、かなり、えー、主催者の方も気を使って、えー、運営しているなというのがあのよく伝わってきた、えー、オークションでした、はい、あのフロアオークションもねすごく面白いので、まあ、インターネットでもあの気軽に家から参加できてあの非常に便利なんですけれども、まあ、フロア独特の、えー、雰囲気だったり、まあ、どんな人が参加しているのかだったりあの、まあ、もちろん下見もできるよっていうところで。 あの完全に参加料なんかはかからないのでコイン、まあ、やっぱねコイン勉強になるのやっぱ一番は現物見て実物見てあのー、たくさん見るっていうことだと思いますのでぜひこのコインオークションなんかに足を運んで、えー、いろんなコイン見て見て見てもらえたらなあのもっとコイン好きになってもらえたらなと思います。<laughs> はい、以上です、えー。今日はありがとうございました。えー、またですね、このような恋の話だったり、えー、していきますので、もしよかったら、えー、チャンネル登録とこの動画へのいいね、よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。